原存日本最古の民家、バコキク住宅古民家は日本の住宅の類例の一つ。民家のうち特に建造されてから時を経たものを言う。古民家の定義にはどの時代に建てられたものか、あるいは建造され何年を経たものを指すかの定義はないが、通常は戦前以前のもの、特に大正以前のものを指すことが多い。また、その建築方式が 釘などを使わない伝統的日本建築で建てられた建物を特定することが多い。最近の日本では、こうした伝統的軸組工法の合理性、耐久性が見直されつつあり、取り壊される寸前の古民家を再生する試みなども多く行われている。背景には、伝統的松並みの喪失環境問題、日本人のアイデンティティなどの問題意識が最近になって、 日本人にようやく芽生えてきたことがある。その古民家そのものを再利用するための取り組みを進めようと特定非営利活動法人日本民家再生協会というのがあり、古民家を住居やオフィスなどへの再利用や破損箇所の耐震補強などの再生、また古民家そのものを理解してもらうための啓発活動に重きを置いた活動を進めている。古民家には その使用目的や時代、地域、気候など諸条件によって多くの建築様式があり、使用目的に限っても、農家、商屋屋敷、一般民家、商家、武家民家、建屋屋敷などがあり、岩手県を中心に東北地方周辺に見られる局や、白川郷、五岡山などに見られる多層階建ての合唱作りなどの特殊な民家も見られる。屋根は本来は主にかやぶきが多いが、 草吹きなどもある。最近はその上に土ンを張ったものや吹き替えて作られた瓦吹き、瓦棒吹き、土壇吹きなどが多くなった。しかし、老朽化や住人の高齢化に伴い取り壊される建築が多くなっている。古民家に使われている木材は現在のハウスメーカーに代表される安易な方法とは異なり、いわゆる適材適所が採用され、 腐りやすい部分には毛焼き、栗、ヒノキなどが使用され、針には強度の高い松、内装には杉などの目に優しく木目の美しい木材や、調湿効果に優れた素材が使い分けられる。このため、メンテナンスさえ怠らなければ、200年から300年は持つように作られている。いろりの煙でじっくりいぶされた木材は、時を減るごとに味のある色に変化していく。また、 部屋の奥に入るに従って外交が減衰していく。谷崎純一郎は、この光の演出こそが日本人の美学に馴染むものであると陰影さんに記している。日本民家再生協会、ありがとうございます。